みなさんこんにちは、ワイテガーのことみです。本日はラーメン女性やっていきたいと思います。はい、というわけでですね、はい、本日は西区に来ております、はい、結構遠いところまで来ましたね。結構遠いところまで来ました、はい、今回はですね、はい、あの名店、はい、すみれさんののれんわけのお店でございます。まあ、すみれさんといったらね、はい、まあ、味噌ラーメンがすごく有名なんですけど、うん、はい、こちらもね、はい、それのね味噌ラーメンをさらに美味しくというか、はい、こうアレンジした、うん、味噌ラーメンが食べれるということで、はい、やってまいりました。はい、ということで今回紹介するお店はこちら、八の木さんです。最近ね、はい、あのいろんなさ、うん、のれん分けのお店だったり有名店、はい、行ってるんですけど、うん、こちらもね、はい、いる時には、ね、常に行列ができる、はい、大人気店でございます。はい、あのね、駐車場もね、第3駐車場まであるんですけど、うん、もうほぼほぼ全部埋まってますね。そう、こちらに、ね、はい、見えてるんですけどね、駐車場はね結構あるんですけど、うん、はい、もう続々人が来てるんですね。止まらないですね。止まらないですね。はい、ということで早速中に入ってラーメンを食べていきたいと思います。はい、それではレッツラーメン女子。はい、ということで店内に入ってきましたが、入ってねすぐ向かいにあるこちらの食券で先に購入する形となっております。はい、はい、では今回はまずこちら味噌チャーシューですね。はい、そしてなかったね、これ限定20食。あ、これですね、はい、はい、残念ながら、残念ながら、なので今日はこちら、はい、醤油ラーメン、はい、こんな感じとなっております。はい、はい、ということで席に着きましたが、入ってね右手の方がカウンターで、左側ね2席テーブル席があります、はい、ということでもうねすでに味噌のめちゃくちゃいい香りがしますが、はい、すぐねすごい香りがします。はい、そしてね店内もねすごいおしゃれですね、うんうん、今回はね特別に撮影させていただいてるんですが、普段はね撮影許可 OK してないみたいなんですよね。今ねちょっとね、うん、そこを見てもらうと、はい、分かるんですけど、店内も貼ってるんですけど、はい、基本的にね店内はね、はい、写真は OK なんですけど、うん、それ以外は撮影禁止となってます、はい、今回はねちょっと事前にね連絡させていただいて、はい、ちょっとね YouTube 撮りたいんですっていう話をして、うんうん、許可はもらったんですけども、はい、やっぱりね店主さんも言ってたんですけども、うん、勝手に撮っていく人たちが、ね、非常に多い、はい、うん、ご父さんの時も電話した時も同じこと言われたんですけど、はい、全部ちゃんと撮影許可をいただいて撮影してるんですけども、はい、だから撮影許可をもらわないで、ね、はい、勝手にもう撮ってくる人たち、うん、YouTube もそうですけども、はい、他の Instagram だったり、うん、Facebook だったり、はい、そういうところを上げるときもちゃんとしっかり連絡をして撮影してもらいたい、はい、それはレッテさんの願いでもあるので、はい、これはちゃんとこれの前に伝えていきたいなと思います。はい、はいはい、ということでラーメンを待っていきたいと思います。はい、はい、ということでラーメンが到着いたしました。こちらが味噌チャーシューですね。めちゃくちゃ綺麗だね。はい、さっき味噌の香りがすごい、本当にすごいです ね、はい、ではね、まず具材からいきたいと思います。はい、まずですね、通常はね、チャーシュー1枚なんですが、味噌チャーシューにしてるので、はい、チャーシューが4枚入っております。はい、そして真ん中におろし生姜がありまして、はい、横にネギですね、はい、で下の方にね結構もやしの量がねたっぷり入っております。はい、そして横の方にはね玉ねぎとかも入ってますね。はい、でこの横にメンマが入っております。はい、はい、早速スープからいただきたいと思います。はい、私もこと最近手震えるのやばいかな。あ、美味しそう。はい、はい、結構あれですね、表面はラードがしっかりあって、はいはい、多分湯気が出ないんですけど、下は熱々タイプのスープですね。やけど注意で、はい、ではいただきます。あ、もうほんと香りがすごいね。うん、うわー、あ、うまっ。あ、なんで、ね、香ばしい香りと口に入れた瞬間やっぱ味噌の香りがすごい口に広がって、その後にね、塩味がちょっと後から来る感じ。あ、これうまいね。あー、でね、コクもしっかりあるんだけど、そのコクがね、しつこくないですね。はい、うん、うまっ。これはね、こんだけ並ぶ理由がわかりますね。では、早速麺の方もいきますよ。はい、うわ、おいしそう。
麺は中太縮れ麺ですね。はい、おすすめ製麺さんですね。はい、はい、ではいただきます。OK でございます。なるま、麺はね、どっちかというと歯切れがいい麺で、小麦の香りがしっかりしてて、スープに負けないぐらいね、麺の旨味もしっかりありますね。でもね、スープとめちゃくちゃ絡みますよ。うまっ。はい、では早速こちら、チャーシューいただきたいと思います。厚さも結構しっかりありますよ。はい、ではいただきます。はい、柔らか、結構ね、しっとりとしたチャーシューですね。うまっ。うまっ。スープとめちゃくちゃ合う。これね、味もね、ついてるんだけど、このね、スープの旨味をね、邪魔しない程度の味付け加減で、しっとり系で噛めば噛むほど、このお肉の旨味もしっかりありますね。ちょっと見た目はさ、しっかりめのチャーシューだなと思いきや、しっとり系のすごい柔らかいチャーシューですね。はい、では続いてこちらメンマもいただきたいと思います。はい、こんな感じですね。どっちかというとね、柔らかい感じのメンマで、ちょっとね、見てもらったら分かるんだけど、若干、ほんと若干だけど、ちょっとピリッと感がありますね。あ、なるほど。ちょっとなんていうの、こう、赤い点々が分かります。はい、なんか大人のメンマって感じ。じゃあ、このちょっとね、生姜を避けて、もやし、結構入ってますよ、これ。はい、サクサク、なの厨房からさ、中華鍋の音がすごい聞こえるんですけど、はいはい、中華鍋で焼いてあるので、ちょっと香ばしい感じもあって、めちゃくちゃうまい。じゃあちょっと早速こちらのね、生姜を溶いてみたいと思います。結構しっかりとした量がありますね。あ、香りがすごいね。ではいただきます。めっちゃいい香りがする。口に入れた瞬間、生姜のいい香りが広がって、もうね、スープが一気に変わりますね。うまっ。なんだけど、なんか生姜が強すぎない感じ、はい、程よくちゃんと香る感じがいいですね。で、結構さ、さっきも言ったんですけど、表面にね、ラードがあるので、生姜を一緒に飲むと、結構一気に体が温まりますね。うまい。はい、では続いてこちらが醤油ラーメンですね。こちらも美味しそうですね。美味しそう。じゃあ具材からいきますよ。はい、まずチャーシューですね。はい、で、もやし。で、ネギとメンマと、ちょっと違うのがこちらにナルトが入ってます。かわいいね。かわいいですね。では早速スープからいきたいと思います。はい、こっちも美味しそうだね。うまそうだね。ではいただきます。こっちもね、香ばしい香りがしますね。本当にね、香ばしい感じで、後味あっさり系なんだけど、ラードがしっかりあるから物足りなさはない感じ。この香ばしさがめちゃくちゃ癖になりますね。じゃあ麺もいきますか。はい、なんかね、ちょっとね、時間が経つと
醤油の旨味なのかな、うん、ちょっと旨味がね、じわじわ下に広がっていく感じがありますね、はいはい、うん、香ばしい香りがね、いいアクセントになってて、こちらの麺もね、中太縮れ麺で多分一緒だと思うんですけど、やっぱ麺の旨味がしっかりしているので、スープの相性がめちゃくちゃいいですね。ありがとうございます。ごちそうさまでした。うーん、うまっ。じゃあもやしと一緒にいきますよ。じゃあちょっとチャーシューもいきますね。しっかり浸して、味噌とさ、うん、来た時間は一緒だけど、うん、熱々そうだね。めちゃくちゃ熱いですよ、うん、ではチャーシューもいきます。あ、うまっ、うん、いや、チャーシューね、マジでうまい、まあ、うまい。なんかね、ほんと絶妙で、肉肉しさも感じつつ、でもしっとり系で柔らかくて、で、噛めば噛むほど旨味もしっかり出るっていう、もう最高のやつですね。うまっ。じゃあ、ネギと一緒にいきます。はい、あ、ネギと食べたらめっちゃうまい。うん、おいしい。結構やっぱり味噌が有名ですけど、醤油もね、おいしい。おいしい。うん。じゃあ私も味噌いきたいと思います。めちゃくちゃ楽しみにしてたんでね。すごい味噌の香りがすごいね、はい、うん、ほんともやしがすごいシャキシャキで、うん、美味しいね。マジで熱々だわ。ほんとに熱い、うん、でもね、湯気が出ないのが不思議でね。この熱々さがあんまり伝わらないんですけど、本当に熱い。あ、ちょっとね、醤油とね、味噌のメンマの種類が違うかも。こっちはね、辛さがないですね。うん、うん、うん、多分醤油に辛いのはあれなんですかね、味噌の方が辛いのが合うんですかね。なるほど、うん、すみれさんもそうなんだけど、下の方にね、ひき肉が入ってて、うん、混ぜるとね、甘みがすごく出てくる、うんうん、醤油の香りというよりかは、うまみがしっかりしてる感じ、うん、だし、うん、の香りというか、そっち系が強いですね。でも決して甘くはないんだよね。なるほどね、うん、なんか絶妙な感じ、すごい美味しい。うん、生姜を溶くとね、一気に味が変わりますよね。うん、メンマ、すごいジューシーだね、うんうん、すごいコクがあるんだけど、うん、後味あっさりだから、うん、ちょっとライス頼んだ方が良かったけど、後悔する、うん、確かに最後ライス入れて食べたら絶対美味しいですね。絶対美味しい。皆さんおすすめです、頼んでください。はい、では続いてこちらがね、味噌チャーシューでございます。僕は醤油いきたいと思います。うん、うわー、うまー。このね、チャーシューのこの柔らかさ、伝わるかな。もうね、すぐちぎれちゃいそうなほど柔らかい。うまー。いや、これはチャーシュー1枚よりかは絶対4枚の方がいいですね。ね、うん、うん、本当、出汁感が強くてね、うんうん、変なこう、しょっぱみだとか醤油のえぐみは全くなくて、うん、あっさり食べれるんだけど、かといってね、旨味が弱いじゃん、うん、弱いわけじゃなくて、はい、しっかりとした
感じがする。このチャーシューをさ、ご飯の上に乗っけて食べたかった。食べたかったね。お待たせしました。どうぞ。はい、ということで、あっという間に最後の一口いただきたいと思います。はい、ということで、感謝ということでごちそうさまです。ということで、いや、めちゃくちゃ美味しかったですね。美味しかったね。もうね、あのお店に入る前からもうとにかく味噌のいい香りがしてたんですけど、うん、やっぱり味噌ラーメンは味噌の香りと、そしてあとコク、そうだね、もうね、めちゃくちゃいいんだけど、そのコクがさ、しつこくない感じがまたよくって、そうだね、うん、奥深いんだけど、はい、やっぱ後からね、後々すっきり、うん、はい、タイプですよね、うん、そしてね、あの生姜を冷凍ことで味変ができる。はいはい、そしてね、あのね、スープがとにかく熱々なんで、生姜と一緒に飲むと一気に体がね、熱くなりますね。ね、もうなんか汗ばんできましたからね。はい、でもね、やっぱ生姜を溶くことによって、なんてね、香りがね、さらにプラスされて、うん、さらに美味しいラーメンに変化してましたね。そうですね。はい、そしてね、醤油ラーメンもすごく美味しくって、うん、なんか結構出汁がしっかりした感じというか、なんかね、塩味が強い醤油ラーメンとかではなくて、旨味がすごい濃い醤油ラーメンで、そうですね、ちょっと香ばしさもあって、そちらもね、うん、すごく美味しかったです。はい、はい、ということで、もうね、お昼はね、もう並ぶのが当たり前という感じで来ていただきたいんですが、はい、もうとにかく本当に美味しいので、皆さんぜひ来ていただきたいなと思います。はい、でね、チャーシューもね、めちゃくちゃ柔らかくて美味しいので、うん、ぜひね、頼む際はね、あの味噌チャーシュー、チャーシューが多い方をぜひ頼んでいただきたいなと思います。そうですね、はい、そしてね、オープニングでね、ちょっと言わされたんですけど、はい、セブンイレブンのね、うん、ラーメンとかにも実はね、なってるんですよ。はい、で、道外の方ね、うん、食べたいけど食べれないって方はね、もしかしたらセブンイレブンに行ったら、はい、全くね、お店と同じ味はね、うん、無理だとは思うんですけど、はい、それに似た味のね、はい、ラーメンが食べれるかもしれませんので、そうですね、もしね、道外の方はね、じゃあセブンのラーメンを食べてみてください。はい、インスタグラムもね、やってるので、皆さんね、ぜひあのチェックをしていただきたいなと思います。多分写真撮ってますね。はい、そうですね、店内に貼ってありましたので、はいはい、あの概要欄にも貼ってますので、皆さんぜひチェックしてみてください。はい、そしてですね、うん、あのお忙しい中、本当に撮影協力をしていただきありがとうございました。ね、本当はね、うん、まあ、店内にも貼ってあったんですけども、はい、撮影はね、うん、なんとお断りしてるってことだったんですけども、はい、今回はね、ちょっとね、特別に撮影させていただいたんで、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございます。ということで、この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、高評価、そしてコメントよろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。